59対54です。松井が打っていく、ついに決めた松井、宇都宮パスアウト、まだあります。松井のスリーポイントに繋いだ。今日はスリーポイントを嫌われています。また村上のスピードになったプレー、松井圭次郎スリー、松井は決める。そう思ったらすぐ今シュート躊躇なく打ちましたよね。打ちましたね。まあ、そのゲーム1でも 57.1% のスリーポイント確率でした。打ってくるがリバウンドは宇都宮、もう一度もう一度打ってきた、決めた。についていた葛原だったんですが、サイモンのスクリーンに引っかかったという形になりました。中村、そして松井、松井が来た。さあここはまた松井が空いたところ、しっかりついている。ここはミトがついていましたが、松井が打ってくる、きた。さあここはサイモンが外に振った、宇都宮、そして松井に渡ってのシュートが来た。まあ、長吉とは青山学院時代一緒にプレーをしていました。まあ、フルーの方が2年長吉より先輩となっています。ここは決まってきた、松井圭次郎カットして、そして外に振った、松井圭次郎だ、決めた。まあ、特に、ね、ライオンズは昨日終盤は、ね、スミスが4つファウルしましたから、かなり負担かかりましたよね。はい、松井選手が止まらないですね。止まらないですね。とスコアにつながれています。山さこがマブンガから松井圭次郎、決めた。第2クォーターは動かして外に振った中村太一、持ち込んで、そして松井圭次郎だ、来た。中村から外振ってスリー、あー決まりました。サッカー気がします。あーこれも今行きますね。松井が決めてきます。いや田中もついていったんですけど、そうですね、アルバルクは今のところやはりちょっと菊池選手ファールが重んでくるようだとアルバルク厳しいですよね。まあ、エースキラーという菊池が当然相手の得点が防ぐんですけれども、ここもまたおっと、うん、奪いに行きましたが外から決めてきます。このシュートタッチ、その中も来る、松井フリーだ、これも決めてきた。いやまだ落としません松井、菊池もこれは当たれない。サポートに頼んだ刑事がすぐに来ました。ステップからいや松井チャンスですよ。マブンガから松井が決めてきます。止まりません、決まりません。マブンガが来る、いや松井がキャッチャーのショット決めてきた。あその差は広げられていないとやるまで、ここはキャッチャーのショットできた、決めてきました。来ましたね、1本目ですよね。松井今京都はさあ10点差です。松井決めてきました。我も少し距離がある、うん、連続でポイント上げなければいけません。レッグスルーを入れながらバックロールターン、そして長吉渡して外からコーナー、松井が決めてきた、うん、そうですね。長吉に入れて中村の動くが、さあ松井が空いたところ、来た。さあ松井が来た、さあマブンガに渡る、さあ自ら攻めていった、そうで言って松井だ、来た。ここで来ました。サイモンが行きますが、そしてパスアウトして松井がフリーになって空いていました。あ素晴らしいハートショーです ね、 そうですね。さあ松井が空いていた、松井のスリーポイント、ホロウェイダブルチームで来ていますが、松井が空いていました。松井決めます。松井の確率上がってきました。そしてまた渡辺選手がまた同じくらいプレッシャーかけているので、これは中村選手は辛いですね。なるほど。さあこれは決まりました。さすがですね松井選手。松井がねここは、はい、ここをなんとか落とせるという勢いでディフェンスを京都やってほしいですよね。松井がスリーポイントラインから、いやこれは決
素晴らしいですね、はい、でくれるんですよね。だから途中でターンオーバー間違いなく減りますよね。中村には今度は山内がついています。松井の素晴らしいですね。難しいスリーポイントですけどね。台本からそのマブンガです。中村太一へ、中村、松井、松井のスリー、いやー聞きましたね。今日2本目の成功です。ヘッドコーチがディフェンスをなんか指示は出しましたけどね。あーっと松井の連続スリー、これはちょっとオープンにしてはいけない人をオープンにしました。そうですね、どうでしょう。あーこれボール長いですね、ちょっと思ってるじゃん。あーっと松井のディープスリー、おー救いました。攻撃松井慶十郎スリーに、スリー打った、一発で決めてきました。さすがですね。スタートの形です。橋本拓也がついていましたが、その外から松井、じゃない、大阪のターンオーバーです。マブンガが独特のステップ、パスアウト、松井かわしてから落ち着いてのスリーポイント、これは決めたいんですよ。決めた、そうですね。今度は松井です。さすが決めてしまった。さすがですね、今のね。30秒、距離がありますがこれを決めました。今シーズンここまで試合が始まるまで得点がなかったんですが、今日はスリーポイント2本決めています。松井のスリーポイント決めてきます。いいプレーですね、はい、マブンガから、そして打つに松井が決めてくる。そうですね、このパターンはいいですね。実は点数を取ってもですね、外から松井、はい、松井君もいいショットですね。返してきました。運動、マブンガが触ってから5番です。松井、松井来た、スリーポイント、27点、頑張りたい京都。松井決まった、素晴らしい。外に広げた、あー来ましたね、ようやくここで京都、はい、外からのシュート、なかなかシュート成功につけている時間上がりません。チームのオフェンスを作ってますよね。そしてマブンガ、また外に広げる松井、この選手も外から打てます、決まります。チームの長吉、昨日は10得点の活躍。お、ボールを受けて早く打ってきた。そうですよね、はい、さあ渡してもマブンガ、ここで入ってくるんです。外に広げた、そうですね、はい、今いい形が作れてますね。中村、後発くん、松井がスリーポイントシュート来た、これで1カットして、さあ松井だ、来た、さあこれで3点差っていうところはあると思いますね。残り20秒を切ります。スリーポイント打っていく、決まる、そうですね、ここを守って1本来るとですね、非常に大きいと思いますね。京都は決めたい、松井、ここで来ましたね、決まりません、これが決まる、対照的、パスが通ってサイモン、もう一度戻してスリーポイント来た、松井、川島10得点目となるスリーポイント決まりました。狙っていったが、ここかわして松井、3本目、アタックしていきました。ゴールは京都、そうですね、アウトナンバーですね。ここから狙ってくる、ツースリーのゾーンディフェンスに変えてきましたね、はい、外から松井、はい、プレーだったんではないでしょうか。そうですね、はい、さあ京都も早い攻撃を見せる、刑事松井、マブンガ、松井、はい、あ、今日も松井は好調を維持していそうです。次って言えばちょっとシュートタッチがあまり良くなかったというところありましたね、はい、また松井スリーポイント狙ってくる、いや非常に調子いい、連続得点松井慶十郎、
ポイントを取ると少しまた大きなことになりそうです。大きくリードになりそうです。大きな展開になりそうですが、ここでやはりこの人からですね、阿部選手もヘルプしてここのミスマッチ簡単に入れさせたくないですね。さあ3ポイントで外から松井、ね、来ましたね。さあやっと彼らしい。マブンガはどうするか。松井だ、スリーを狙う、決めた、いいですね、はい。さあ寺島ボールが回って松井だ、次宇都宮リバウンド、いいリバウンドですね、はい。もう一度松井、今度は決めた。ここから決めてきました。そして松井またここから決めていきました。積極的な攻撃、はい、やはりゾーンで完全に止まってしまいましたね、ここはしっかりと長吉だ、外、松井のシュートきた、ね、松井のシュートきましたね。松井、中村、もう一度松井、スリーはどうだ、来た、絶好調の松井です。逆サイドから松井決めていった、いやさすがでしたね、さすが絶好調の松井、軽柔道が綺麗に決めていきました。松井、うわここで来たスナイパー松井、プレッシャーをかけられているのでオフェンスがなかなか決まらないですね。さあここは綺麗に決めてきました、はい、松井慶十郎、こちらです、はい、いくっと近づきます。さあ松井慶十郎、残りショットクロックは5秒、打ってきた、それを決めてきました、スリーポイント。このミドルは外れてまた速い仕掛けに持っていこうという京都、マブンが外にさばいて松井慶十郎が空いている、スリーポイントが決まりました。さあ京都は落ち着いてセットで攻めていく構え、ここの寺島のドライブからスリーポイント、松井慶十郎、これを秋田やりたかったんですけど、そうですね、ここ松井だ、来た、まあ、それだけ渋谷の激しいディフェンスもありますが、松井のスリーポイントシュートだ、ここは3人でいった、外に振った、空いたところ松井慶十郎、来た慶十郎、松井ヒットも簡単にこう返されてしまうとね、ちょっとあの精神的なダメージも大きいんですけどね、はい、松井来ました、松井、松井の松井、マブンガ外から来たか、ついに来た、そうですね、松井ついに来ました、特別して中村もまだ大学4年生です。さあ松井このシチュエーションは決まる、決まりました、決まりましたね、これで11点差、京都としては追い上げていかないといけません。外から来た来た、来ました、あ京都ボールです、マブンガから松井、あスリーポイント決まりました、松井下に、松井のスリーは、これは足でしっかりと打つ、そういう安定感がありますよね。なるほど、足で打つ、松井はどうだ、あいや、振った中山、はい、寺島から振って松井のスリーポイント来ました、いいですね、来ましたね、残り10秒ショットクロック、寺島からパス、松井慶十郎フェイクからフリーできた、スリーポイント決める、今日2本目、ダイス松井慶十郎遠野から打ってきましたが、これは決まります、さすが松井ですね、はい、もうあれも松井選手 の、 あの個人のスキルですよね、ミスマッチになっています。2
2メーターのコマンズがついていますが、石谷が松井かわしてからのスリーポイント、さすがです。さすがのシュートですね。これは決まりません。ここを決めてほしい。ハーパー体を当てながら、そして松井90度完全に空いていた。これはサイモン動きながらもらいに行きますが、ここは松井90度でした。これは決める。残っています。松井、これもオフボールスクリーンですね。スリーポイントです。お互い得点と、ゆっくりとボールをつくライスです。右、松井スリーポイント、いいですね。菅沢が左のコーナーにいるが、松井がスリーポイント、コーナーいいですね。松井が決めました、スリーポイント。ここは決めて、まあ、改善が見られたコーナーになりますね。ここも寺島、松井狙っていく、攻めていきました。昨日はね、決め切ってくれてたらアレンジだったんですけど、今日はあまり調子良くないですからね。松井、はい、第3クォーター、大事から松井来るか、来ました、今日1本目。ナイス、ナイス、スカウト、松井来ました、2本目。もう本当入れなきゃいけないスリーポイントですよね、なかなかここ、はい、時間帯スリーポイントが入りません。松井来ました、スリ、ね、ーポイント。長吉からライス、ライスに対してダブルチームに行く、長吉つなぐ、サイモンから逆サイド、松井スリーポイント。これは逆にもう渋谷が危なくなってきましたね。最後パスを選択しましたか、はい、まあ、狙いは非常に良かったですけどね、松井のスリーポイント、さすがですね。最終ゴール下走っているサイモンですが、松井がフリーでスリーポイント、いいですね。この人をフリーにさせてはいけません。ワイドオープンからのスリーポイントショットです。直接、おー、ショットで返しました松井。オッケーつけ、コーナースリー、入った、松井、久保田、サイモンハンド、久保田サイド変えた、そしてこれを決めていく、フリートつけ、サイモンスクリーン、ナイス、松井がいる、松井のスリー決まった。さあここの2人のそうですね、松井も負けじとスリー、松井もスリーポイントの名手でもあります。その松井、中央から打って決める、彼の能力で取ってきてくれた点ですね。スリーに行きましたが、ここはローソンです。松井がもらいに来ます。松井振り返ってのスリーポイント決まる、松井選手すごいですね。ショットクロックあと3秒、ハッショットになった、リバウンド、お、長吉よく抑えた。松井のスリーポイントが来た、ここで決めます。来た、寺島、ライスが動いて、ライス、三井がつく、松井がもらう、松井振り返ってのスリー、さあリードは京都、スリーポイント大きく弾いた、リバウンド、皆さん入りました。いやー、松井のスリーポイント、これ何度もボートがディフェンスで抑えました。そして松井のスリーポイント、これが決まります。いや、さすがですね。一気に突き放しにかかります。ポスタートのラインナップでゲームをしたりとか、うん、さあ残り約1分半の使い方、松井だ、得意のスリー、しかもバスケットボールカウントだった、ファールはない、松井ですね。さすがミスタースリーポイント。来ましたね、富樫選手、勝負どころ出てきましたね。松井スリーを狙う。松井のスリー来た。いいですね。さすがミスタースリーポイント。さあ、このシュートは決めました。いやー、素晴らしい。さすがです。松井ケ。インサイドに置いといて、そうですね、広がもうこれはちょっと狭いですよね。そうですね。KJ スリーポイント。決まった。いい感じですね。宇都宮と長吉のスクリーン、見事。
ライス打ってここは久保田から長吉そして松井のスリーポイント決めました。これはね大きな1本ですね。これはピックアンドポップっていってこう開くんですよね、はい、梶川選手がそれがもうまんまとはまりましたね。あやばい、ま、これも来ますね。これも来た。あっトカッとした今のは久保田そして松井から松井さあアウトサイド松井決めた。 KJ 専修大学の西野が入りました。さあ松井スリー狙うコーナースリーうわースリー決めた、はい、これ下がってるダメですね。下がってるダメはい、はい、ワンスローお取れましたよ。おっと長いスリーポイントですね。ああ松井決めた。松井取った。サイモンが今手を出して背に当たりましたがね。さあ松井松井狙うスリー決めました。ケージで決めた。これで京都ハンドオフでライスバンパス長石がトップです。久保田松井狙うスリー決めた。本当に1本のすごく難しいシュートだけでもうたちまち3点差とかそういうことになりますからね。松井健次郎いや作りましたね。松井圭十郎スリーポイント沈めてきました。40点に乗せました。今シーズンも 12.6 平均リバウンド。クーリーが10得点乗せました。そして松井のスリー、いいですね。ここの欲しいところで決めてくれます。そして再びサイモンが入っているスクリーンを使うか。高一からのスリー決めてきました松井です。クーリー決めて久保田が運ぶハーパーへ松井 KJ がそのままスリー。テイラーが奪いに行くか。細川松井圭次郎のスリーポイント。これですこれですこれです。得意な形が出ました。チームファウルは北海道溜まっています。京都は未だなし。寺島選手から関東松井圭次郎のスリーポイント。これは激アツじゃないですか。これが KJ 松井圭次郎。ライスからパスコーナースリー松井圭次郎。ライスから松井そして空いたから松井のスリーポイント2連続。ライス松井回していきます。久保田からお松井少し長い距離ですがスリー。最後はうまくライスが拾いました。松井のスリーポイント。もうこれはシューターですよね、はい、シューターだけ許されるプレーですよね、松井も入っています京都。サイモンさあ松井が空いていた。松井スリーポイント決める。京都得点。スレイがしっかりと得点も決めてくれています。松井のスリーポイント決まる。京都得点。松井のスリーポイント。あゾーンディフェンスですね。さあそして外で回して松井が打つ決まります。まあこの辺なんでしょうね。リバウンドハーパーそして久保田 KJ 打ってくる。どうか来たいいです、ね、久保田二投がついています。今日も途中から出場のそして松井圭次郎スリーポイント一発目から決めていきます。 KJ ライスに橋本拓也寺島から松井圭次郎コーナースリー決めてきました。そうですね、スリーポイントは相当警戒されていますがドライブも得意ですから今のようなアシストもいきます。そして松井のスリーポイント決めてきました。ちょっと橋本選手がねまたゾーンになりましたね。はい、トップには8番の張本。あ松井圭十郎、はい、あそこ取りに行きますがなんとかものにしました。松井のスリーポイント。おー決める。さあ松井はちょっとねあのプレーがずっと生きてましたからね、はいはい、回していきます京都です。さあ松井がコーナースリー決まった。さあ松井圭十郎寺島からライス、そして松井さあ松井の正面からのスリーポイント。松井圭次郎、まずこの松井ですね、このスリーポイントで B1 個人通算300本達成。はい、まあやっぱりあの
まあ、まずこの松井ですね、この3